はーい。見てますか？ウェーブとは 何？あ、なんかインスタ新しくなったね。新しくなってる。なんか表示が変わってるなって言ったらいいの？アップデートみたいな多分なってるから新しくなってる。すごい、こんな感じ。ネイル、今のネイル、じゃじゃじゃーん、秋ネイル。はい、皆さんこんばんは、松井樹里奈です。ちょっと最近、寒いね、寒い日々が続いていますが、皆様お元気でしょうか？ライトこんな感じで大丈夫かな？どう思います？大丈夫？大丈夫かな？はい。というわけで、画質がね、なるべくこう粗くならないように、あまり加工とかなしで お送りしたいと思いますので、ちょっとちゃんと可愛く映るかは分かりませんが、いきたいと思います。はい、というわけでですね、今日お昼に発表しました。私の YouTube チャンネルが、開設されました。11月1日の夜8時から生配信で、お届けすることになりました。そして、今チャンネル名がなくてですね、今一応仮で入れてるのは「吾輩はジュリナである」、チャンネル名はまだないっていうのにしたんですけど、それはなんかスタッフさんとチャンネル名どうしようって話してて、歩いてたら急にニャンニャンニャンゴロニャンって言って降ってきたんです だからとりあえずね、それに今してます。はい、というわけでこのチャンネル名がないので、チャンネル名を皆様に募集したいなと思っております。これは1日までにですね、ツイッターかこのインスタグラムの、コメントで投稿していただけると、それを読ませていただくので、その中から選びたいと思います。ぜひお待ちしてます。あ、誰センスよって来てる。さっきの仮のチャンネルタイトルは自分で考えました でスタッフさんに話したところ「あ、それ面白いからいいんじゃない？」みたいになって。やっぱね、最初なんでインパクトが大事ということで、吾輩は猫であるのやつをちょっともじって、吾輩はジュリナである、チャンネル名はまだないっていうふうにしました。はい、というわけで、海外のファンの方も、見てくださっている。なんだなんだ、ちょっと待ってください。質問来てるね。質問来てる。いろいろ来てる。まあまあ、後で読ませていただきます。大人っぽい、ありがとうございます。ですね、海外のファンの方も、いらっしゃっていると思うので、ちょっと英語でもお話しさせていただけたらいいなと思っております。では行きます。Hi, this is Julina Matsui. How are you guys? As you know, my YouTube channel starting from November 1st. Yay! Live streaming start at 8 p.m. 8 p.m. in Japan time. Okay? Okay? あれ、画質が悪い？大丈夫かな？いや、携帯新しくね、したから大丈夫だと思うんですけど。はい。So, please don't miss it. I'm always reading your comment and I'm waiting for your ideas. Thank you very much. I love you. 今、I love you too って聞こえてきた。OK かな？はい。というわけで、画質悪いですか？うっそ、どうです？今、
Wi-Fi つないでなくて、加工も何もしてなくて、え、ちょっと悪い、なんでだ、大丈夫かな、 OK？ OK ですか、大丈夫かな。 This is my birthday! Wow! Happy birthday! ちょっと不安定だけど大丈夫、 Wi-Fi つけた方がいいんですか、どうなんでしょう。登録してくれた、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。電波の問題かな、そんなね電波悪くないと思うんだけどね、うん、人によりますね、なんか電波いいって書いてくれてる人もいるし、まあ止まってないから大丈夫って書いてくれてる、はい、良くなったり悪くなったり、そっか、ちょっと Wi-Fi つけてみますね、余計にあれだよね、悪くなっちゃうよね。どうですか、今 Wi-Fi つけたんですけど、なんか前 Wi-Fi つないだらなんか微妙になっちゃったんですよね。今つけたんですけどどうですか、どっちがいいですか、良くなった？良くなった気がする？良くなった？綺麗になったかも。あ、本当ですか？良くなった？お、良くなったって来てる、うん。ありがとうございます。じゃあ、もしまた悪くなったら、教えてください、画質が。鮮明になった。え、恥ずかしい。あらが見える。恥ずかしい。また、またあの教えてください、良くなってよかったです、はい。なんて言うんだろう、シンプル、うん、結構シンプルなのが多いなって感じたんですよ。止まってた。まあ動いてますか？はーい、どうでしょう。動いてますかね。そう、今のところそのコメントを見てると、そのチャンネル名がシンプルなものが多かったんですよ。なんですけど、それもすごくこういいんですけど、まあもうちょっとなんて言うんだろうな、こう見た人がなんかクスッとしちゃうようなちょっと面白い感じの内容とかも書いていただけるといいかなと、思っています。これはですね、生配信中に選びます。生配信中にチャンネル名を選ぶので、はい、ぜひ面白いのとか書いていただけるとたくさん拾います。よろしくお願いします。お待ちしております。はい、というわけでこの1日を機にその仮のこのチャンネル名は変わってしまうので、今だけ見納めでございます。今猫ちゃんのね、にゃーって感じの写真が使われているのが本物です。これはツイッターとインスタグラムのコメントで、投稿していただきますと、それを私が見るので、いつも見てるんですけど、コメントとかね、はい、それを、やりたいなと思っておりますので、ぜひよろしくお願いします。で、実はもう最近すごくなんだろう、こう配信に向けて、YouTube の撮影をしているんですけれども、もうこの間のその撮影が本当にやばかった、本当にやばかったんですよ。もう
これどうやばかったって言えばいいのかわかんないんだけど、とにかくね、普通 YouTube の動画って15分とか、まあ長くてギリ20分ぐらいだと思うんですけど、それの1本の動画なのにかかった時間が8時間、8時間ですよ。8時間かけて、もうあれは大変だった、大変な挑戦だったんですけど、この挑戦は本当に多分他の方はあまりやってないようなことだと思うんで、ぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。というわけで、配信中にその、ね、さっき言ったチャンネル名、決めるんですけれども、コメントでもちらほらありましたけれども、やっぱり YouTube っていうのは本当に世界に向けて、もうワールドですよ、ワールドワイド、世界に向けて本当に発信していくものになるので、海外の方が見ても分かるような、チャンネル名だとなお良いかなと思っております。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、それでですね、1日の生配信の内容なんですけれども、まず先ほどからも言っている、チャンネル名を決めるっていうのと、さらにまた、新たなお知らせがあります。はい、このチャンネルはですね、皆様と一緒に作っていくチャンネルっていうのがテーマになってます、コンセプトです。まあいろんな YouTuber の方だったりとか、 YouTube やられてる芸能人の方とかいらっしゃると思うんですけれども、ほとんど皆さんやっぱ自分からこういろいろ発信する、自分が発信するっていうような内容になっていると思うんですけれども、私のチャンネルはみんなで作っていくっていうのがテーマに、なっていますので、ぜひね、もう今すぐでもいいので、やってほしい企画とか、やってほしい企画とかがあれば、それも一緒にコメントで、ツイッターかインスタ入れていただけたりすると、あとですね、 YouTube の方にも1個ほんと短い動画が上がっているので、それは11月1日に配信しますよというやつ、そこにコメントしていただいても OK です。やってほしい企画、その皆さんのアイディアをください。本当に私のこと好きな方はね、私が可愛くなる、面白くなる、見て楽しい動画とかやってほしいっていうのもあると思いますけど、本当に私のことがちょっと好きじゃない人嫌いだよっていう方もいると思うんですね。嫌いな人も今見てる可能性もあるんで、そういう方はですね、松井ジュリナをもういじめるような企画、考えていただければやります。はい、やります。本当に私はすっごい嫌だよ、そういうの。痛いのも嫌い、辛いのも嫌いだし、辛いのとかもすごい嫌だ。やるんだったら楽しいことやりたいと思いますけど、本当関わってくれてるスタッフさんがもうそういうの大好きなんですよね、そういうの。だから結構大変な企画とかもこれからどんどんやっていくんじゃないかなと思うので、皆さんのアイディアをください。お待ちしております。ちゃんとね、私コメント見るので、しっかり私も見ますし、スタッフさんもみんな見てますし、なので YouTube ではもしかしたら NG なしかもしれないNG なしで、みんなで一緒に楽しい企画番組、作っていただけたら、いけたらいいなと思っておりますので、皆様よろしくお願いします。そして、なんとですね、この配信中にもしかすると卒業シングルに関しての、コメントというか、関して少し、この少しお話ししちゃうかもしれませんするかしないかは1日までのお楽しみというわけでね、松井ジュリナの YouTube ライブ、はい、お見逃しなくと Miss it はい、というわけでね、私からの
今日の、お知らせはこんな感じで終わりなんですよ終わりなんですけど、まあいつもに比べると本当短いね今配信になっちゃってるんで、まあ、ちょっと皆さんからの質問だったりとかに答えて、いきたいなと。まだ早いって来てる。はい。答えていきたいなと思います。はい。クエスチョンプリーズ、質問ください。まあ、質問、コメントで書いてもいいですし、このなんか質問するところのあれがあるんですよね。あ、韓国語喋れますかっていうのが多分英語できてるのかな、これは。はい、じゃあいきます。こんにちは、松井ジュリナインディだ、チャルプタデニミだ、おっぱオンニーサラヘー。はいこんな感じです。はい、あ、なんて言ったかというと、はい、皆さんこんにちは。結婚もしないのってどういう質問よ。まだしませんよ。皆さんこんにちは、松井ジュリナです。応援よろしくお願いします。お兄ちゃんお姉ちゃん、大好き愛してるっていうふうに言いました。はい、あー、うん、ちんちゃーペプロよ今お腹すごいいっぱいですって言いました。 I'm fullI'm full です、はい、今月誕生日です。お祝いしてほしいです。何ちゃんかな。誕生日おめでとうございます。 Happy birthday! ふぅふぅ、元気。メッセージがかわいいって書いてある。あ、いいっすね。バイトする企画やってほしいとかね、書いてある。YouTube 配信はどのくらいの時間やる予定ですか。今のところかっちりは決まってないですけど、まあそうですね、40分、まあ、1時間ぐらいの間じゃないですかね。うん、と思います。何がいいかな。 JKT48 の劇場はいつ行きますか。いや、これはいつでも行きたい。みんなに会いたいですよ、本当に。リップ、何のリップ。あ、リップ、最近お気に入りの、お気に入りのリップなんですけど、あれ、さっき急いでメイクして、メイク道具のなんかあった、最近奥まで入っていっちゃった。最近のお気に入りのリップ、リップ今2つ使ってますけど、ちっちゃ文字、セルボーグです。マットリップの3番、これ使ってます。なんかね、オレンジなんだよ、かわいいんだよこれ、すごいかわいいな。目元もね、オレンジにしました。見えます、これ、これ韓国のねファンの方がくれた、これこれ使ってます。はい、アイシャドウ、エチュードハウスで、リップはこれプラステカテカしたい時はこのダイヤモンド入りのグロスです。大食いダイヤモンド、ドゥルルドゥルルル、大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る、大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう、大声ダイヤモンド、タッタラッタッタタララって感じです。これです、これ塗ると、すごいキラキラするんです。これ美味しそうでしょ、唇が Looks delicious lip
そう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 。Looks deliciously って感じで、こんな感じでダイヤモンドリップです。うるうる。英語話せますかって質問。うん、今頑張って勉強中ですね。いつかはね、話せるようになりたいですね。本当にね。頑張ります。こんな感じで。でも本当にもう紹介しきれないんですけど、今は時間もないし、本当にメイクポーチ大きいの、うん、持ち歩いてるんで私と結婚してくれ、まだ早いぞ。あの大きいの持ち歩いているので、ハイライト何使ってるとかね、いろいろね説明したいなと思うんですけれども、まあこういうのもね YouTube の方で紹介して行きたいなと思っています。英語の字幕がついてるんですかっていう質問ありましたけども、字幕ちゃんとつけていただけるように今お話ししております。はい、なのでぜひ出ますので、ね、海外の方も見ていただけると思います。はい、いっサーディカー松井ジュリナカー、はい、こんな感じで、これ見えるかな、これです、ネイル、Open your eyes。 こんな感じで、でちょっとねお肌の調子もいい感じですね、これ。はい、というわけで、まあね、どんなメイク道具使っ、メイク使ってるのっていう方も結構質問とかもいらっしゃるので、それは YouTube だったりとか、YouTube でですね、 YouTube の方でメイク紹介も、したいと思います。キラキラしてるリップキスしたい、そう、嬉しい、いきます、 Kiss you 恥ずかしいな。そんな感じでイライラとね、楽しい動画作っていきたいなと思います。で、昨日DTV の方で SK の番組でメンバーと料理対決をして優勝したんですけど、30分で3食オムライスっていうのを作りまして優勝したので、まあ実質 SK の中でもしかしたら今料理が一番うまいっていうメンバーかもしれないので、それはですね YouTube の方でもお料理、はい、クックムービーよね、出していきたいなと思いますので、そちらも見てください。クッキングクッキング、はい、ノートになんかいろいろ書いてあるんだよね。I play dance very well。 ダンスが得意です。My hobby is cooking. Cook. なんかあるかな。今言えること。はい。まあそんな感じか。リップくん、リップくんのお腹すいた？お腹空いた。ちょうどねご飯のね時間ですもんね。まあいろんな手料理、本当に男の方でも作れる簡単な手料理とかもすごいあるので、まあそういうのとか紹介していけたら。お、ダンス is good って来た。 Thank you、 ありがとうございます、嬉しいです。I wanna travel abroad。はあ、旅行したいなと
本当にね、今ねこの現状が収まったらね、旅行とかもして、まあ、そういうのも動画でアップしていけたらいいなと思います。はい、せっかくねハワイの親善大使にもファンの皆様のジュリナイラビュー、 Thank you, I love you too! ファンの皆さんのおかげで、ね、ハワイの親善大使になったので、そういうハワイでのね撮影とかもして、YouTube アップできたらいいなと思っておりますので、ぜひ、まあ、というわけで、本当に皆様からのアイデアをお待ちしております。はい、本当に皆さんからのアイデアをもういいなと思ったものは使いますし、私が OK 出さなくてもなんかスタッフさんがいいなと思ったもの企画とかもう多分使うと思うんで、だから絶対使う、メイビーじゃなくて本当絶対使うと思うんで、ぜひ、コメントの方よろしくお願いします。私の、YouTube プロレス関連のね、はい、やりましょう。でもただただプロレスラーの方々と、なんだろう、お話ししたりプロレスするっていうだけじゃね、なかなか面白くないと思うんで、こう私がコラボするからならではの企画とかやっていきたいなと思います。でも本当誰かとコラボしてほしいとかそういうのも OK なんで、もう何でもいいです、何でもいいので、ぜひ、はい、教えてほしいなと思います。まあ、ゲーム配信とかもやっていきたいので、どういうゲームをやってほしいかとか、おすすめのゲームとかもあればぜひ教えてほしいなと思います。というわけで、じゃあ最後もう30分経ったので、最後、あ、どこに投稿すればいい、あ、私のチャンネル名はツイッターとインスタで今日12時にアップした、11月1日に配信やりますよで募集してますって書いてあるところに、コメントしていただいて、で、もしあれだったら、今 YouTube 解説されてるんですけど、我が輩はジュリナである、チャンネル名はまだないって、猫が、猫の耳つけた私がニャーってやってるやつがあるんですけど、それに短い10秒の動画が載っておりますので、そちらの方にですね、コメントいただいても OK です。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、というわけで最後もう今30分経ちましたので、何人かの、方にですね、方がですね、スクショタイムをしてほしい、スクリーンショットタイムだからフォトですね、フォトタイムをしたいと思います。ではいくつかポーズをしていくので、皆様、ぜひね写真撮っていただけたら嬉しいなと思います。いきます。ネイル見せるやつもいいか。元からキュンです、反対からもキュンです恥ずかしい、めっちゃさ無音だったからさ、ポーズ取ってて恥ずかしかったですはい、というわけで終了です。フィニッシュ、フィニッシュ、フィニッシュ。今なんか急に思い出した、今韓国語見て思ったんだけど、そのプロデュース48の時に先生がダンス教えてくれる時に、なんかこう斜めに刺す、手をなんか斜めに出すみたいな、斜めに振る振りがあって、その時なんか斜めっていうのがなんか刺しぼどって言うんだっけな、でなんか刺しぼど、刺しぼどって言って斜めにやってたの思い出したそれだけですじゃあこれで終わりたいと思います。아언니오빠보고싶어요눈물을 하이
というわけで、じゃあこれで終わりたいと思います。今日は皆さん本当にありがとうございました。では次はですね、11月の1日、111ですねの夜8時から、私の YouTube の方で生配信決定しましたので、今日はちょっと30分ぐらいしかね配信しなかったですけれども、続きは、そこでということで、ぜひお会いしましょう。可愛いお洋服も着ていきますし、チャンネル名もそこで決まりますし、SKE のニューシングルの卒業のねシングルの話ももしかしたら少しだけするかもしれませんので、ぜひ皆さん集まっていただいて楽しい会にできたらいいなと思っております。はい、よろしくお願いします。では最後ね、また海外のファンの方に向けてもメッセージを言いたいと思います。It's getting cold those days, so make sure dress up warm. Thank you for watching. See you soon. Bye. I love you. Bye bye. 皆さんまた会いましょう。YouTube 見てくださいね。寒いので気をつけてください。バイバーイ。ナムチョア、 I love you。 コップンカー、バイバーイ、おやすみなさい。チーナでした。切るよ。寂しいね、なんか寂しくて切れないんだけど、どこでこれ押して切るんだっけ、分かんなくなっちゃったよ。あれ、あ、ここか。はい、バイバーイ。なんか切るに切れないっていう、なんかテレビ電話みたいだね。バイバーイ。